アントン・ティネルホルムは、スウェーデンのサッカー選手。スウェーデン代表。ポジションは DF。2013年、オート BWFF 時代2014年、UEFA チャンピオンズリーグレッドブル、ザルツブルク戦にて、地元のクラブから、オート BWFF の下部組織に入り、そこで、トップチームに昇格し選手となった。2009年に、スーペルエッタンで、 選手として初出場をすると同年クラブはアルスベンスカンに昇格一部で初出場も飾ったが同年の出場機会は乏しくクラブもスーペルエッタンに降格となった2011シーズンはリーグ30試合中28試合に出場しクラブの再昇格に貢献その後はアルスベンスカンでレギュラーとして出場を重ねてクラブも 注意で安定した成績を残すようになった。2014年7月11日に前年王者の丸目 FF と契約。ただ、スウェーデンの移籍市場は15日に開いたので移籍が完了したのはこの15日となった。背番号は3番、2014FIFA ワールドカップに出場して移籍したミーコ・アルボルノスがつけていたものとなった。 加入後からレギュラーとして出場しクラブの連覇に貢献。UEFA チャンピオンズリーグ2014から15予選にも出場した。移籍後リーグ初得点となったのは11月1日に行われたフルスオートビーダベリ戦であったが2から1で敗れた。2017年12月13日にメジャーリーグサッカーのニューヨークシティ FC に自由契約からの加入が発表された。 ありがとうございます。